総理、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に発出されている緊急事態宣言の期限が11日に近づいていますが、解除または延長の判断をどのように考え、いつまでに判断しますか。また緊急事態宣言の対象地域拡大や北海道や福岡県、徳島県などから要請が出ているまん延防止等重点措置の適用についてどのように対応いたしますか。本日関係閣僚と感染状況について分析をし、対応策を協議いたしました。緊急事態宣言、そしてまん延防止等重点措置、この扱いについては専門家とご意見を伺った上で今週中に判断をしたい、このように考えています。総理、朝日新聞の森岡です。今回の緊急事態宣言はゴールデンウィークの短期集中を掲げて行いましたが、その効果についてどのように分析していますか。大きな狙いの一つでありました人流については間違いなく減少している、このように考えています。朝日新聞の森岡です。感染者の数についてはどのように分析していますか。今日の数字、皆さんご承知だと思いますけれども、人口が減少している、そうした効果は出始めてきているのではないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。